一方、野菜などの卸売業を営む長崎市の長崎出島製菓は、能登半島地震の被災者を支援しようと、長崎市にきょう、義援金100万円を届けました42年前の長崎大水害では、全国から救援物資が寄せられ、復興の大きな力となったことへの感謝の思いから義援金を送ることにしました。 災害にあって、やっぱり被災者の皆さん方も心折れると思いますけども、なんとか元気でなっていただきたいと、はいまあ、そういうい気持ち義援金は、日本赤十字社を通じて、被災地に送られることになっています。